っかけっていうのがやっぱりファッションとのコラボ、市場価値っていうのがですね、だいたい版画で判断します。賛成があるものってあんまりないですし、金額が上がっていくものも少ないんですよ。美術品買取専門店バク代表の小林です。本日も動画をご覧になっていただきまして誠にありがとうございます。小林さん、はい、本日はキースヘリングです。誰もが見たことがある有名なモチーフなんですけど、じゃあ実際このキースヘリングっていう人はどういう方なのか知らない方がですね多いと思いますので、美術品のですね買取やらさせていただいている立場から、どんな作品が人気なのか、買取相場どんぐらいか、キースヘリングが見られるところはどんなところかっていうのをですね紹介したいと思います。キースヘリングって結構お問い合わせ多いんですか？あ、結構多いですね。そこも含めてですね、売買状況がどういう感じなのかっていうですね、市場的な話も踏まえて紹介させていただきたいと思います。じゃあキースヘリングですね、どんな作品が人気っていうところで、その前にですね、キースヘリングのすごいところ、じゃあキースヘリングってどんな人なのっていうところをですね、かなりかいつまんで紹介させていただきたいと思います。キースヘリングってでもなんか何がすごいのかぶっちゃけ分からなくて、なんか誰でも描けそうなアートだなってずっと思ってるんですけど、はい、価値があるように私には思えないんですけど、どこがすごいんですかね。難しい質問ですね。まさか確かに描けてますもんね、キースリング。そうですよ、はい、私描いてるんですよ。じゃあそこも踏まえてですね紹介させていただきたいと思います。すごいところ大きく分けると4つありまして、順番に紹介させていただきたいと思います。まずですね、国境や言語にとらわれないシンプルな絵、日本語とか英語とかフランス語とか言語関係なくてですね、時代にとらわれずですね、大衆性を意識した作品が特徴的です。逆にはシンプルで誰でもわかるからこそ人気ってことですか？人気が出ました。やっぱり風景画だったりとか人物画とか、そういったものですね好まれる傾向にはあるんですけれども、やはり風景画の中でも見る人によって感じ方だったりとかですね、捉え方が違ってきます。一方キースヘリングの作品はですね、シンプルだからこそ見る人の感受性に左右される、見て楽しい作品を僕たちに提供してくれたっていう側面があります。で、次2つ目ですね、作家って一般的にですねずっと同じ作品を描き続けるわけではなくて、人によってですね、まあ、若い時の作品、成長した時の作品、成熟した時の作品で最晩年みたいな感じでですね、いろんなステージがあるんですけども、キースヘリングもですね晩年はですね、まあ、晩年でもかなり若い時に亡くなったんで晩年っていう方がちょっと変かもしれないんですけど、後期ではですね政治的社会的批判性を書いた社会への問題提起だったりとかですね、メッセージ性が強い作品を発表しました。ちょっと風刺画みたいなところもあるってことですかね。もう簡単に言うとそうですね、世間もうこういうところがおかしいよっていうのをアートを通して表現したメッセージ性が強い作品っていうのもですね、キースヘリングの名を挙げた一つの要因かなと思います。で、次ですね、世界中で人気ユニクロなどの企業とコラボ、このワンちゃんですね、見たことがない人いないんじゃないでしょうか。私もキースヘリングの作品は多くは知らないですけど、その犬だけは知ってます、はい、そうですよね。キースヘリングって実は1990年にですね亡くなりまして、なので亡くなってから34年ぐらい経過してるんですけども、浅野さん何歳ですか今？私今23です。生まれた時にはもうキースヘリング死んでますよね。そうなんですよ、はい、なのに知ってる。かつキースヘリングって多分美術の教科書とか載ってないんじゃないですか。あんまり載ってないですね。現代アートに近いイメージを持ってますね。そうですよね、うん、教科書とかですとモンテッツィとかダヴィンチとか歌丸とか、そういうですね作家さんが掲載されてると思うんですけども、キースヘリングに関しては教科書に載ってない、学校でキースヘリングと出会うきっかけがないのに、正野さんみたいな20代の方だったりとか10代の方とか知ってる方が多いと思うんですよ。そのきっかけっていうのがやっぱりファッションとのコラボ、まあ、ユニクロさんとか ああいうところで採用されてるのが大きかったんじゃないかな。ユニクロみたいな世界的アパレルメーカーが採用するってことはもうそういうことなんですよ。でもそれだけ需要と人気があるってことですよね、はい、そうなんですよ。私も持ってますよ、そのワンちゃんの絵が描いてあるバゲットハット。あ、そうなるんですね。あ、持ってます。だいたいキースヘリングとかアンディ・ウォーホルとかバスキアとかあのあたりのイラスト T シャツ売ってますよ ね、 すね。だから結構美術興味ない人でも着てる人結構多いんじゃないですかね、はい、知らないうちに。そうですよね。なので日本の社会ではですねそういったところからキースヘリングってすごい浸透してると思うんですけど、うん、でも実際何やった人なのって分かんないことがあるので、この動画があるんです。最後まで見てください。はい、浅野さん、このワンちゃんどんな意味が込められてるか分かりますか？そもそもワンちゃんに意味とかあるんですか？意味あるんですよ。キースヘリング自体は明確にメッセージを発信してたわけではないんですけども、前の人だったりとか批評家たちの間ではこのワンちゃんですね、懐疑心
素直になれない様子だったりとかですね、権力、当時のアメリカ政府だったりとか、発展、成長、行動のパワーとか、そういったですね、どちらかというと少しネガティブな要素を表したかったんじゃないかなみたいな意見があるんですよ。なんかちょっと面白いですね、はい、なのでこういうですね、作家さんが何を考えてどういうことを表現したかったかっていうのをですね、表面的に見るんじゃなくてその裏を読んで楽しむっていうのもですね、一つのアートの楽しみ方なんじゃないかなっていうふうに思います。4つ目ですね、ストリートアートの先駆者。ストリートアートちょっと前流行りましたよね。その先駆者じゃないですか、キーセーリングっていうのは。でもなんか落書きのイメージですよね。あ、そうですよね。壁とかですね、なんか物とかに落書きしてるような作品も多くて、いわゆるですね、地下鉄の空いてる広告掲示板だったりとか、いろんなところにですね、ゲリラ的に作品を描いて、まあ、実際に20回でもですね、逮捕されてるみたいなんですよ。機械入ってますよね。事実だからその犯罪が許されるってわけではなかったってことですね。あ、そうです。皆さん気をつけてください。アートって言えば何でも許されるわけじゃないので、アートを隠れ身にしないでくださいね。落書きはダメです。落書きはダメですよ、はい、はい。まあ、みたいな感じでいろんなごく一部の側面ではあるんですけど、まあ、いろんなですね、角度からいろんな評価があって、で結果的にですね、僕たちの日常にも浸透しているアーティストと言います。どうでしょうか、何となく分かりましたか。今まで漠然と、あ、ユニクロとコラボしてる作家なんだぐらいだったんですけど、うん、はい、20回以上も逮捕されてるだけあって、気合入ってますね。そうです、はい、気合入ってますね。気合入った作家なんですよ。詳しくですね、キーセーリングのこと知りたい人はもっと詳しくですね、解説してる動画が多分 YouTube 用にあると思いますので、これ見てみてください。で、僕の本領発揮としては、実際にですね、商品として扱っている立場からの解説で、じゃあどんな作品がマーケット的に人気なのっていうところだったりですね、まあ、このあたりを順番に紹介していくんですけど、まずどんな作品が人気あるか。キーセーリングの場合ですね、いわゆる原画ってものがあんまりなくて、普通のですね、作家さん、絵画を専門にやってる方ですと、いわゆる原画、実際に描いてあるものプラスその原画をもとにたくさんの人に楽しんでもらえるために作った版画っていうものがあります。キーセーリングっていうのはですね、あんまり原画っていうのがなくて、その理由っていうのがここにつながって、ストリートアートの先駆者なので、ちゃんとしたキャンバスだったりとか、そういうところにですね、仰々しく描く絵っていうのがあんまりなくてですね、ジーパンとかに描いたり、ジャケットの裏に描いたりとか、で壁とか、はい、バンクシー的な感じですね。なので原画っていうのはですね、あることにはあるんですけども、もう主要な原画作品っていうのは叱るべきところに収まってますし、基本的にキーセーリングの市場価値っていうのがですね、まあ大体版画で判断します。でその中でもですね、人気がある作品っていうのがありまして、これですよね。これ正村さん描いたんですか。見よう見まねで描いてみたんですけど、なんでこのアンディマウスが人気なのか私分からなくて。お、分かんないですか。いや、知らないです私も、ね、コラボ作品だからなんですよ。アンディ・ウォーホルの、アンディ・ウォーホルとキーセーリングってコラボしてないですか。そうなんですよ、コラボしてるんですよ。すごくないですか。すごいですね、現代アートのトップの2人がコラボしてるんですか。だから日本車でいうとトヨタと日産がコラボするようなもんです。あ、もうやばいですね。やばいですね。はい、めちゃくちゃやばいですね。そうなんですよ、まあ、皆さんですね、アンディ・ウォーホルご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、ポップアートの第一人者って言われてるもので、最終的なモチーフ、スーパーで売ってるスープ缶だったりとか、商品のですね、段ボール箱とか、そういった大衆的なもの、大量生産品をアートに昇華させたようなアーティストになります。なのでポップアートの第一人者と言われている方で、キーセーリングともですね、まあ、親交があって、まあ、その流れでアンディ・マウスっていうアンディ・ウォーホルをモチーフとしたマウスですね、ネズミさんをキャラクターとして作品を4枚展開しておりまして、でその4枚にはですね、キーセーリングとアンディ・ウォーホルのサインがあります。両方のサインが入ってるんですね。一部キーセーリングのサインだけのものもあるんですけども、うん、両方入ってるものもあって、両方入ってるものが一番金額が高いです。やっぱりコラボって高いですもんね。いや高いですね、はい、でもやっぱ2人ともその大衆を意識したアートっていうところにはなんか共通点を感じますね、うん、そうなんですよ。なのでやっぱそれも良かったんですよね。やはりキーセーリングがポップアートと関係ないような人とコラボしてもですね、親和性だったりとか関連性がないので、そこまで評価にならなかったと思うんですよ。なのでポップアートを代表する2人の作家さんがコラボしたことによってガツンと金額が上がったような感じですね。なので買う金額も高いんですけど、資産性としてはですね、かなりあるんじゃないかなと思って、もしあれば買っちゃってもいいんじゃないですか。買える金額なんですかね。いや本当に高いですね。
次ですね、はい、買取相場ではキースヘディングの、まあ、版画作品の話なんですけど、版画作品今どのぐらいの金額で推移しているかというと、基本的に数百万単位になります。なおさら高いと思うポイントがあって、1980年代とか90年代に関してはそんな高い金額で動いてなかったんですよ。じゃあもしかして、はい、その当時買ってて今売ろうと思ったら何十倍とかになってるって可能性も全然あり得るってことですか？そうですね、場合によっては何十倍、最低でも10倍になってるかもしれませんね。すごい夢がありますね、はい、それはなのでもしキースヘディングの版画作品をお持ちでいつか売却しようかな、ちょっと飾ってないけどどうしようかなって思ってらっしゃる方はですね、一回金額聞いてみてはいかがでしょうか。びっくりするかもしれないですね。すごい夢のようなお話ですね。なかなかないんじゃないですか、そういう話って。あんまり聞かないですね。やっぱり美術品って買ったら上がっていくとか資産性があるとかっていう話はよく聞くんですけど、蓋を開けてみると資産性があるものってあんまりないですし、金額が上がっていくものも少ないんですよ。そうですよね。なんか結構美術品買うときに、いやこれ値上がりするから、はい、絶対今買っといた方がお得ですよみたいな、うん、なんなら安い方ですよって言われて買う人、はい、多分いると思うんですけど、はい、あんまり値上がりするってことはなかなかないんですかね。怒られちゃうかもしれないですけど、あんまりないと思います。ただこのキースヘディングみたいにですね、パコーンって上がる作家さんも一定数いますので、なので、まあ、宝くじ感覚で買ってもらったらいいんじゃないですかね。ちなみに今後キースヘディングの値が上がるということもあるんですかね。分かんないです。下がるかもしれないです、上がるかもしれないです。いや、やっぱり変動はあるんですね。変動はありますね。やっぱ作品によって人気な作品とそうでない作品の差が出てきたりとかはあるんですかね。 あります。キースヘディングの版画作品が全て高いかというとそういうわけではなくて、やはりキースヘディングらしいこういうですね、可愛らしいモチーフを題材にした版画はそこそこ値段がついてくるんですけども、一方ですね、うん、ちょっとこれキースヘディングっぽくないなっていう版画作品もあるんですよ。そういったものはやっぱりらしい作品と比べるとちょっと落ち着いた価格帯になりますので、なんで全てが全て高いっていうわけではないんですけれども、ただ他の作家さんに比べると高い傾向ですよみたいなお話ですね。キースヘディング持ってる人からしたらもう夢のような話ですね。そうです。ぜひ飾って楽しんでください。ぜひ飾ってなかったりとかそうですね、状態が悪くなってるとかそういうものはですね、ぜひご相談ください。じゃあ版画の話は終わりまして、次原画の話します。先ほど原画に関してそこまで数がない、非常に出回ってないって話したんですけども、実はジーパンだったりとか布だったりとか、なんかそういうところにですね、サインがてら作品ペンで絵を描いてることっていうのがよくあって、で実際にですね市場に出回ってるんですけど、それがですねなかなか新作として扱うのが難しくて、簡単に描けちゃうので業者間でもそれを本物って認定するには作品だけではなかなか判断つかないよねっていう感覚なんですよ。まあ、もちろん物によってはですね、書き込み具合だったりとか年代だったりとかで、あこれ大丈夫だねって判断を下すこともあるんですけど、一般論としては作品だけだとなかなかこれは大丈夫だねって自信を持って言えないので、やっぱり来歴っていうのが重要になってくるんですよ。来歴って分かりますか？分かんないです。来歴っていうのがですね、その作品がどのタイミングで書かれて、どういった経路で今この場にあるかっていう証拠になります。サインがてら書いてもらったっていう話は結構あると思うんですけども、なかなか本人が書いたっていう証明って難しくないですか？うん、難しいです。これもですね、業界内で多分賛否あるかもしれないですけど、一応これだったら大丈夫かなって言われてるのが、キースヘディングとツーショットの写真があって、その写真の中に該当する作品が写ってるとかだと、あじゃあ大丈夫かなみたいな、裏を返せばそのぐらいの根拠がないとなかなか金額をつきにくいジャンルになっちゃうんですよね。じゃあもう一緒に写真の中に作品とキースヘディングと一緒に写らないとダメって結構ハードル高いですね。結構ハードル高めなんですよ。なかなかそれ持ってる方も少なさそうですね。少ないんですよ。まあ、もちろんそれがないと 100% ダメっていうわけではなくて、作品だけで OK っていう時もありますし、それ以外の来歴で OK っていう時もあるんですけども、現時点で一番固い来歴って言われてるのがさっきのお話しした写真になりますね。難しいですね。せっかく書いてもらったのに。そうなんですよ。ちょっと残念なお話ですね、それは。そうですよ。まあ、ただこれに関しては一買取業者の見解なので、他の業者さんは全然大丈夫だよっていうところもあるかもしれませんので、気になった方はですね、いろんな業者に聞いてみて、どうですかどうですかっていうふうにですね、確認取ってみてはいかがでしょうか。
キースセリングですね。じゃあいろいろ聞いたけど、じゃあキースセリングのいわゆる本物、版画とかですね、原画含めてですね、じゃあ本物ってどこで見れるのみたいな話なんですけど、やっぱり一番有名なのはこちらですね、中村キースセリング美術館。聞いたことありますか？調べてる時に聞いたことあるだと思うんですけど、はい、もう美術館の名前にキースヘリング入っちゃってますからね。ですよね。もう相当なキースヘリング好きが集めてるのかなって、ね、そうなんですよ。実は僕も行ったことないんでぜひ行ってみたいんですけど、山梨県北杜市にある美術館なので、どちらかというと関東お住まいの方は行きやすいんじゃないかなっていうところで、まあ、行った人の話を聞くとですね、もうキースヘリングの版画作品、まあ、そんな数が多くないんですけども、そんな数が多くないっていうのは、キースヘリングが作ってる版画作品の数が何百枚とかあるわけではなくて、数十枚の種類なんですけども、その数十枚のコレクションの確かほとんど集められてたと思いますね。あ、はい、じゃあもう相当なキースヘリング好きです。キースヘリングとかって世界で人気な作家さんなんで、これだけの作品が日本に集まるってやっぱそうないんじゃないですかね。そうないですね。ですよね、はい。ただ割と日本人ってキースヘリングとかアンディ・ウォーホル好きだったので、当時から意外とあるんですよ。あるんですね、はい、知らなかったです。なのでその分よくお問い合わせいただいております。はい、まあ、それはさておきぜひ行ってみてください。興味あったら、旅行がてらいいと思います。山梨いいとこなんで行ってみてください。はい、以上となります。皆さん参考になったでしょうか？長い間見ていただいてありがとうございます。今後ともですね、こういう作家の情報だったり、絵画、骨董品、美術品に関するようなことだったりとかですね、あと僕が日々思っていることとか、そういうのもですね、今後発信していけたらなと思っておりますので、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではさよなら。